I'm a, I'm a dancer. I'm a politician. We are the team. I'm a mayor. I'm a footballer. I'm one and only. I'm a queer. I'm an entertainer. We are unique. I'm a mother. I'm a runner. それではここからは続いて連携プログラム、ソーシャルギャルが渋谷を変えるグローバルインフルエンサー育成プログラムに関してのプレゼンテーションへと進めさせていただきます。 渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤尾木ひとみさんに加えまして、えー、先ほどもご登壇いただきました、えー、金山さんそして大沢さんにもご登場いただきますどうぞよろしくお願いいたしますはいじゃあここからはね着座でいきましょうかねはいはい、はい じゃ、あ講演先にさせていただきま。あ,あ、そうですね。と、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤尾仁美と申します。よろしくお願いいたします。この前、あの、オンラインの会議の時は髪の毛の色が違ったのに。そうなんですよ。今日の日のために、めにはい、渋所カラーにしてきます。渋女カラーはい。今日ね、こう、パンフレットをさっきいただきましたけども、<あ>渋所カラーのね。ピンクで、クはい、やらせていただいてます。 じゃちょっとそんな小木校長先生に校長先生、はい、校長に校長です。渋所<の> <laughs> って何っていうのをね少し、はいえー、プレゼンテーションしていただきたいなと思いますけれども。はい、次がいいかな。はいじゃあえっと私校長からご説明させていただきます。はいえっ、ー、と渋谷女子インターナショナルスクールはえっ、ー、と動画制作や英語などを学び。 グローバルインフルエンサーやクリエイターを目指しながら提携する精査国際高等学校で高校卒業資格を取得できますで、金山さんはじめ渋谷の最前線で活躍ご活躍や挑戦をされてきた方たちに講師をお願いしておりますなんかあれですかね、はい、今回って結構公に発表するのって 初めてですよね。はい。はい。ちょっと緊張してます。そうですよね。なんかあの校長先生と。入学募集も始まっていて。はい。今絶賛、生徒さんがエントリーしていると。エントリーしてきてもらってます。中学三年生の方、今まだ絶賛。募集中なので、ぜひよろしくお願いします。はい。さてさて、もうちょっとスライド進めましょうか。これね、これですね。はい。はい。 で我々 SIW、えーまあ、社会性をねどう,こうエンターテインメントの力で広げていこうかみたいなことがテーマになっているんですけれどもまさに渋谷女子インターナショナルスクールに集まる、えー、これからの時代を担っていく女の子たちがあのグローバルインフルエンサー育成っていうのがね一個テーマになってると思うんですけれども、はい、まあ渋谷の街から新しいこう未来の作り方とか新しい社会の当たり前をねあの作って発信していってくれるような女の子たちが 育っっったらいいなっていなててううふうにあの思ってね、はい、ぜひちょっと連携してあの一緒にプログラム教育プログラムになるのかなそうです、ね、やっていけたらいいななんていうことをあの、うん、考えてますけれども、はい、こう社会性って難しいいじゃなななですか、うん、なかなかね、うん、あのその世代ごとにその人たちから見えるこう景色とか当たり前とか課題とかがあると思うんですけれどもどんな女の子たち育ってほしいと。うん 思ってますこの渋谷女子インターナショナルスクールから、うん、そうですね、えっと、今の若い子たちってとて余してると思うんですよまあそれをなんか自己満足で終わらせるのじゃなくて、うん、まあ社会に役立つように一緒に教育させてもらってかかつ将来活躍できる女の子たちになってほしいなと思ってますこの渋谷女子インターナショナルスクールあの注力しているのが結構英語教育っていうのがね ああるってていいうふうふに、ねはい、あの書いてありましたけれども、うん、やっぱりこうグローバルあの日本語で、うん、まあ学ぶんでしょうけど、はい、英語で発信できるようになる子どもたちが子どもたち若い女の子たちが、はい、あの増えていくっていうことに、うん、あのすごく力を入れようと思ったのは「どうしてですか、うんえー、っと渋女自体があの渋谷から世界へ」というテーマでやらせてもらっていて「うん、えっと渋谷でべん、えー、渋てで 学習できるプログラムがあれば世界中で活躍できると思っていてなんか日本だけでなく、まあ、グローバルに、えー、と視野を広げて活躍ししててていって欲しいっっなと思ってます私もずっと海外の企業で仕事をしていたというのがあって英語がつでコミュニケーションできるだけで本当に視野が広がったりとかあとネットワーク。うん やっぱりなんか世界中の人とこうつながれたりとかってできるんでなんかそれをもう高校からスタートするっていうのって非常に大事だなというふうに思ってるのでもう英語とあとインフルエンス力やっぱ日本人で下手じゃないですか外に出すのが意外とだからなんかそういうものを持てばすごいさまざまな可能性が広がるなと思ってるんですがちょっと高尾さんに聞きたいのがやっぱりギャルって書いてるじゃないですか。 でソーシャルギャル、これ、はい、赤尾木さんもずっと、はい、生まれた時からギャルみたいな話もちょっと一お,聞 <laughs> お聞きしたんですけど、<laughs> やっぱりど今どういうこうその力があるんですか？どうはい私生まれた時からギャルだったんですけど、<laughs> <laughs> 生まれた時からギャルだったんですけど、ギャルってすごくパワフルで、まあ今はもう見た目だけじゃなくてマインドの部分、うん、個性と自由の 象徴する女性がギャルだと思ってるんですけど、まあ、ギャルの方たちってすごいパ,ラパワフルで、まあ、パワーをすごく持ってる方だと思うのでギャルの方たち、うん、ギャルだけじゃなくてもいいんですけどけマインドセットみたいなギャルマインドも伝えたいですしそういうギャルのマインド、うん、こういうマインドがあるんだっていうのも まあギャルじゃない子たちに伝えさせてもらってそうですね、うん、なんかねうん、うん、日本人って自己肯定感が弱いっていう,う言われるんですよあの国際的な比較で見てもあの自分が何者であるかとかどうありたいかとかどうなりたいかっていうことを、はい、あんまりこう自分たちから考える力っていうのがあの相対的に弱いって言われていて。 赤荻さんの時代もそうだし、はい、その前の時代の子たちもそうなんだけど、うん、ギャルって言われていた子どもたちって子どもたちというか若者たちの自己肯定感ってすごい強かったと思うんですよ。誰から何を言われよよううが自分のなりたいように、うん なっていくし、うん、あ,ありたいように生活をしていくし考えていくしって言って実際それで渋谷から多分あのギャル関連産業っていうんですかね、うん、あの市場がものすごく大きくなったんじゃないかなと思っていて、うん、それファッションもそうだし赤、まあ、木さんがやってたエッグみたいなメディアもそうだったと思うんですけども、はい、ああいうものが垂直的にこう立ち上がって、うん、こう一気にこう、ね、時代の,あの渋谷を時代の中心地にしてくれた、うん、1990年代のコアコンテンツがギャルだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい でそんな中でね、渋条渋谷女子インターナショナルの、うん、のもう一つの。えっ、ー、と、一個、ま、学びのね、カテゴリーが、ビジネス企画力って言うのがあるんですけど。うん、<laughs> こう、ビジネス企画力を、こう学ばせようと思った、背景みたいなものってありますか。はい、えっ、ー、と、まあ、ちょっと私の生い立ちにちょっと関係あるんですけど、うん、私自身学歴がなくて。 で埼玉出身の、まあ、おしゃれが好きな普通の女の子だったんですけど、うん、中学校ぐらいから渋谷で遊ぶようになって高校生の頃にはもう毎日渋谷にいるようになりました、うん、で、まあ、ギャルの世界に飛び込んでその中で、まあ、いろんな人脈とか、うん、まあいろんな気合で乗り越えられるみたいな <laughs>、ね、<laughs> マインドとかを、うん、まあ手に入れられてと学歴はないんですけど まあ21歳の時にまにエックというギャル媒体の編集長をやらせてもらったりとか4年間、今年の3月にエックの編集長を引退して次はと渋谷女子インターナショナルスクールという学校の校長先生になることができてなんか私みたいになんか学歴がなくても活躍できる方たちって本当はもっといっぱい いると思うので、うん、私の生、まあ、い立ちを <laughs> ま元にしてどんどん渋谷からいろんなところで活躍できる子たちを輩出していければいいなと思います。ね、でもそんな赤荻さんが、えー、エッグの編集長になったり、うん、渋谷女子インターナショナルっていう学校をね、はい、立ち上げて校長になっていくっていうストーリーの中でね、はい まあさっきずっと渋谷にいてっていう話もしてましたけど、うん、渋谷の街から学べたこととか、はい、まちょうど渋谷女子イターナショナルも渋谷という街が学びのフィールドだよっていうのが1個ね,ね 1> テーマとしてあると思うんだけど、うん、どういうことが学べたんでしょう 渋谷が日本の中心だと思っていて、うん、渋谷にいれば無限にいろんなチャンスとか可能性がゴロゴロ転がっていると思うんですね。なんで渋谷の街に行っていろんな人と出会っていろんな体験をするっていうのがすごく大事だなと気づけましたなんか赤荻さんの人生の中でこの人と出会えて今の私があるみたいなのはあるのかな、はいうんうん ありまますすね3人ぐらいい,ます、うん、らいそれみんな渋谷であったたのみんな渋谷で出会いました、えーはい、その人と出会ったおかげで、うん、まあ今の立場があったりとか、うん、その人の言葉があったおかげでなんか何でもがむしゃらに頑張れたとか本当渋谷にいる、まあ、当時見ると大人の方たちってすごい魅力的で、うん、いろんなことを知っていてすごいパワフルでなんか若者ながらもなんか。 大人のイメージってあんまり良くなかったんですけどちょっと聞いてみたいわ完全に大人なんだけどいいのいいのよそうですね若い頃は反骨精神とかもあったんで、うん、なんか大人になりたくないなとか、うん、多分考える方も多いと思うんですけど、うん、まあ大人のこ,ことをバカにしてたんですよね、うん、バカにしてたんですけど渋谷に出てきてかっこいい先輩たちに会って、うん、うわこんな大人になりたいとか、うん そんなかっこいい大人がいるんだみたいな、うん、なんか初めて大人になりたいっていう気持ちが芽生えました。うんえー、でもそれが渋谷っていうのがいいですね。そうですね。いや面白いですね。うん、なんか <laughs> よく僕喋るのはね、渋谷って、うんえー、ずっと入れるのかなっていうのが、うん、あのわかんない街だなと思って,て、うん、やっぱりちょっと卒業していく感じのある街だと思ってるんですよ。うんまあ、ティーンエイジャー中心で20代前半ぐらいまでは。 なんか渋谷のカルチャーに浸ってるのが心地よいなっていう感覚は僕の時代でもあったと思うんだけどもだんだんそこからこう卒業していって大人になっていくみたいな感じがあるんだけどうん、うん、居続ける人たちもやっぱりいて、ね、でもそういう人たちが多分赤荻さんとかと出会ってかっこいい大人に見えたっていうのはちょっと面白いかもね、うん、面白いですね。うん、あとなんか 渋谷もどんどん変わってるじゃないですか、はい、本当に10年間ぐらいで、うん、駅前も変わってるし、はい、そういうものを見て逆に赤荻さんはどういうふうに思いますかそうですねその当時本当毎日センター街にいたんですけどセンター街で生活してたぐらい、うんはい、<laughs> 一日中いたんですけど、うん、そのなんかゆかりのあるじゃあゲームセンターとかプリクラ取れる場所とかがなくなっちゃうのは、うん 寂しいことはすごい寂しいんですけど、うん、まあ新しい施設とかができて、まあ、そこに行けば例えば友達に選ぶプレゼントが一発で見つかったりとかすごく便利になったなって思いますしなんかすごい綺麗な渋谷の街を見てなんかゴミとかもすごい少なくなった、うんうん、多分建物自体が綺麗だからなんか綺麗にしようみたいなわかんないですけど。 すごいクリーンなイメージになってワクワクしたりは全然しますすごいなんかこれからどんな建物が立つのかとかはすごい楽しみです、うん、いいですね、はい、なんかね、うん、そんな新しい建物の中で渋谷女子インターナショナルで学んだ子どもたちが、ねはい、若者たちが新しいビジネスを始めたりね,ね、うん、新しいカルチャー作ったりしてくれるといいなっていうふうに思うんですけれども、はい、渋谷のもう一つのこうユニークな多分、うん、あの学習 こうカテゴリーが、えーがインターンタだと思うんですはね t g c ティーンズとのインターンとか、はい、エッグ編集部とかね,ね女子高生ミスコン男子高生ミスターコンのインターンとかちょっとそういうプログラムはかなり豊富にあるかなと思いますけれども、はいまあ、こういう場でどんなことを学んでもらいたいとか、はい、どういうご視点を持ってもらいたいと思ってますか、うんうん、そうですねと高校生の頃から、うん 見学するのではなくて、うん、実際に体験してもらってなんか自分の成功体験にしてもらいたくて、うん、実際にインンターンの授業を多めに入れていますというのも私が高校生の頃、えー、とイベント活動を少しやらせてもらってたんですけど。うん いいろろな高校生ながらにもいろんなセクションがあってうん、うん、例えばじゃあみんなのイベントの T シャツを作るクリエイティブっていう事業部とかがあったりしたんですよ。でその事業部長みたいなのになるためにその OG の先輩たちの前でなんか作文用紙を4枚書いて <laughs> もう何十人の前でプレゼンをして、うん、私が、えっと、事業部長幹部になったら。 こういういここととをしますとかこんなことを作ってこんな成果をあげますみたいなプレゼンを高校生の頃からやっていて、うん、なんかそういう経験があったからこそ、まあ、社会人になった時とかに、まあ、資料を作ったりだとかどういうふうに伝えたらいいのかみたいのはすごく勉強になったので、うん、なんかその10代の頃から、うん、ま成功体験したりとか社会に役立つような経験をするのはすごく、うん なんか勉強になることだなと思っていて赤荻さんって自分がこう社会人になったなっていうのはな <laughs> 何歳ぐらいな感じなの,、うん、あの自分で認知してる、えー、<laughs> 19歳です19歳の時何やってたんでしたっけ ?19 歳に渋谷にある広告代理店に入社しました。それが初めての社会人、うんはい で、自分でこう起業もしてますよね。ねはい、そうですね。二十一歳の時に起業しました。早いね。すごいですね。<laughs> なんか。ね。二十一歳の時、まだ大学生でしたわ。ああ、なんか学歴ないけど、女の子だけど。うん、まだ若いけど、やるのが、なんか面白いし、かっこいいかなみたいな感じで。うん、結構、なんかポジティブにいろいろチャレンジはしてきてます。ちなみにね、今。 26歳,歳です自分でこう学校の校長になるっていう人生 <laughs> イメージしたことありましたか <laughs> 校長先生は全くなかったですねそもそも学歴もないですしでもなんか先生に憧れることはあったので<ー>まさか飛び級して学校のボスになれるとでもそれって周りの例えば親御さんとか周りのお友達とかもやっぱり結構 びっくりし、することだったんす。そうですか、ね。です。なんかも、もう、いいねみたいな感じですか。まあ、一瞬びっくり、してはいたんですけど。うん、え、すごい楽しそうじゃん。その学校いいね、えー、頑張ってねみたいな、お通い,いただくことがすごい多かったです、うんうん。いや、いいことで、ね、ありがとうございます。さてさて、あの、はい、渋谷女子インターナショナル、うんはい、あの、四月開校でね。うん、あの、もうすでに1年間のプログラムの、あの、アウトラインは。はい、できているというふうに、えー、今聞いてるんですけれども。 11月にね「はい、文化祭」っていうのが書いてあってね、はい、でちょうどこのソーシャルイノベーションウィークも11月に毎年、まあ、開催していてこれ実は渋谷の町の大人の文化祭ほ、うんまあ本当は子どもたちにもあの、ね、参加してもらう文化祭ってほら学校でやっても大人たちもお父さんお母さんが行ったり、はい、周りの学校の,あの生徒たちが参加したりするじゃないですか。うん、かちょっっとそういういい文化祭的に作りたいねってやっ 言ってるのがこの SIW なんですけどぜひ渋谷女子インターナショナルとね、うん、この11月の文化祭一緒に作っていくみたいな、ね、来年ですよね作っていくためには11月だけ集まるんじゃなくて、うん、年間通じて、うん、あの一緒にね、えー、何をやろうって考えるとかどう街を変えてさっきの長さんが言ったみたいにね、はい、どう街をこう変化させようかみたいなことをあの授業のプログラムにぜひ入れていけたらいいななんていうふうに あの思ってるので、ぜひよろしくお願いします。でも小さんもね講師ですから、そうそうそうもう授業をねスタートさせるっていう、先にビックするんだけど、は一枚目めくったら出てくるのね。あ、そうです。もうあのトップで、トップで、はい。なのでやっぱり渋谷と一緒にこういうプログラムを作り実装する、はい、いうことを S I W はやりたいなと思うので、二千二十三年の十一月にはねぜひ来ていただいた方もね楽しめるものを、はい、はい。 今から準備していこうと。そうですね、うん。すごい嬉しいです。はい、じゃあちょっと最後にねあの、はい、最後にというか赤尾木さんにちょっと校長先生としてのこう意気込みを一言もらって。はい、今日もう一人ゲストをね <laughs>、はい、お呼びしての、はい、しなの、ね、ゲストをお呼びしていきたいなと思いますけど校長先生としてどんな校長先生になりたいですか。はい。まあ一言で言うと私は日本一の校長先生を今目指しています。でそのためにはと学校の内容もそうですし。 ま、生徒たちが、まあ、どんなふうにどんなふうな大人になっていくかもそうなんですけどそうですね、あのー、入学していただいた学生の子たちは子たちにはもう150%満足してもらえるような学校を作って、うん、まあ日本の学校といったら「渋滞でしょ」みたいな世界から見て「渋滞でしょ」みたいな学校になれるように。 頑張りたいと思います。はい。はい、ぜひあの、はい、我々も努力ながらというか、はいはい、あの大人代表として、はい、ありがとうございます。努力できればなというふうに思いますが、おさ <laughs>、はい、さんもう一方ねここでゲストを。はい。じゃあ早速ですけどもゲストをお呼びしたいと思います。次あるのか先に、ね。はい。あ、そっか。あれですか。質,疑質疑あ。 はい皆さんあ,ありがとうございました、ねはい、ま以上連携プログラムの、えー、プレゼンテーションを皆様に、えー、していただきましたさあ、えー、ここで、えー、今日お越しの皆さんを色ろいと聞きたいことかなり新しい革新的なねいろ、えー、んなプログラムとなっていますので聞きたいことがおそらくあるんじゃないかなと思います質疑応答の時間設けさせていただきますご質問、えー、ある方は挙手をいただきまして媒体名 どなたでの質問か、お願いいたします。お時間に限りもありますので、挙手に対して一つの質問でお願いいたします。いかがでしょうか。大丈夫かございませんでしょうか。金山さん、そして長田さんからは何か加えて質問などありませんか。 大丈夫そうですね。僕からありますね。はいうん、あのー。今店員って何人ぐらいで考えてるんですか一年間あ。現在の店員は六十名になってます。六十名。六十、はい、名に対して。はい、こう講師が結構いっぱいいるなと思うんですけれども。はい、こ,これだけこうバラエティに飛んだ講師陣を。こう集めたなんか。理由とか。狙いとかってありますか、ね?はい。ね狙いですか?うん。狙いは。私もそうだったんですけど。かっこいい。 大人に囲まれて青春時代を過ごすことによって多分いろんな、ねうん、経験ができたりとかどんな大人になりたいかとか夢に向かって近づくことが多くなると思うので本当に渋谷のつてというつてを使って <laughs> <laughs> 豪華な講師の方々にお集まりいただきました。うんなるほどね 長田さんも講師一緒にやりましょうかね。かぜひお願いします。はい、に住んで,でも高校の三年間ってすごい大事だと思ってるんですよ。はい、だからそこでどれだけ刺激を受けるかって、多分これからの人生変えるんじゃないかなと思ってるので。なんかそういう意味では、本当にいろんな人たちがやりたいって人たちはどんどん受け入れていくと、さらに生徒もね。はい。はい。来ると思うんで、一緒にやっていきたいとい、今日お話を聞いて思いました。ありがとうございます。うん はいありがとうございます、うん、以上もちまして質疑応答の時間終了とさせていただきます今金山さんからもご案内ありました、はい、通りもう一方加えて、はい、えここからはトークを、えー、繰り広げていただきたいと思いますどうぞお越しくださいゆうちゃみさんあのお忙しい中渋谷の街までお越しいただいてありがとうございますありがとうございますと言っても渋谷はいつも 遊んでた町来ていた町でた、ね、やっぱり中学生ぐらいから通うようになって今ではもうずっとごめんなさいねずっともう渋谷ラブって感じでうれしい、はいね。なんか さっきね赤荻さんからも聞いたんだけれども、うんはい、2013年4年ぐらいからうん、うん、渋谷からこうギャルっていう存在が、うん、少し少なくなってきたんじゃないかなっていうふうに聞いたんですけどでもずっと渋谷で遊んでくださって、はい、渋谷のいいところとか魅力って。うん どんなところですか。えっといい意味で変な人たちばっかり。<laughs> <laughs> なんかすごいもう本当にいい意味なんですけど、うん、まあ変な人って言ったちはマイナスになっちゃうかもしれないんですけど、うん、個性的っていうかいろんなものを持っている才能の原石がいっぱい集まる場所と思ってます。それはなかなかいいね。<laughs> うん、あの渋谷区って違いを力に変える街っていうスローガンで街づくりをしてるんです、はいる実は。 でその正体は本当にいろんな個性的な人が集まって、うん、みんなが輝いていて、はい、で、まあ、その光と光がね、うん、こう交差して。 キキラキラエモいエモいエモまで行ったけどそういうふうに <laughs> <laughs> あのそんなふうに映っててなんかすごく嬉しいですね嬉さんしいですね本当ににんかそういう皆さんたちからそういうふうに見えるっていうのとさっきもなんかかっこいい大人がいるって話だったんですけど、はい、それもあるんですかありりますねやっぱり 本当に自分が尊敬する人たちだったりとか、やっぱ自分にないものを持ってる大人の人たちがいっぱい多いので、すごいいいところを吸収できるというのはすごいあります。さてあの赤尾さんとゆうちゃみさんは結構ねエッグでつながったあの縁だというふうに聞いますけれども、そんなゆうちゃみさんから見たらちょっと先輩なわけでしょ。はい。うん。だいぶちょっとちょっとだいぶ先輩。あちょっと今は友達なんで。嬉しい <laughs> でもそんな出会いの一つだったと思うんですけれども赤木、うん、さんと会って今の,あの自分があるっていうふうにこう、ね、応援コメントの中に書いてありますけれどもそんな赤木さんが立ち上げる渋谷女子インターナショナル講師としても名前連ねてますけれどもどんなことを教えていきたいなどんな,方針になりたいですか、うん、やっぱりねモデルっていうのをずっとやってたのでやっぱモデルで目指してる方だったりとかのあの。 どうしたらいいこうしたらいいっていうのとか芸能界こういう感じだよっていうのはギャル目線としてはお伝えちょっとはできるかなっていうふうには思ってます、ね、ちなみに学生時代もしこういう学校があったら行ってみたいって思いました、うん、やっぱり制服が可愛いところっていうのは一番でやっぱ私のところの制服って全く可愛くなかったんですよ中学校とかまあ高校はまだちょっとグレダがあって可愛かったですけど やっぱりねあの赤尾木さんもおっしゃってましたけど、うん、制服にはすごいこだわってるって聞いたのですごいいいなって思ったのとやっぱメイクヘアメイクの講師さんとかもすごいガチなヘアメイクさんが、うん、あの教えてくださるので、うん、それはすごい勉強になることやし羨ましいなって思いますねはいねじゃちなみに赤、ね、尾さんあ、はいうん、ちょ僕さっき制服の話聞るの忘れたね,ねそうですねちょっと制服 <laughs> どんな制服にするんですか、ね、はいえっ、ー、と制服はともうすぐ発表 ん日本で一番かわいい制服を作っちゃったので5年後ぐらいには渋谷で見かける JK はみんな渋所の制服着てればいいなと思って確かにいいじゃあ学校大きくしなきゃねそうですね60人じゃみんなにならないもんねはいちょっと場所を探してます 場所もこれから発表だもん、ね、はいちょっとまだ発表できないんですけど、うん、まあ渋谷になります、うん、はい、うんはい、もちろん渋谷ではい <laughs> でもなんか先ほど校則がないって書いてあったんですけどはい校則がないというか校則 <laughs>、うん、を、えーとうん、入学した子たちと一緒に作り上げていこうと思ってます普通の学校でまあよくも悪くもあんまり意味ないかなっていう校則とかもあると思うのでそうですね 意味のある校則をみんなで一緒に作っってていいきたなと思ますちなみにね、今回ゆうちゃみさん、先ほどのセッションどこまで聞いていただいてたか分かんないんですけれどもギャルける社会性みたいなのもね、一つチャレンジしていきたいなと思ってるんですけどまだちょっと前の話だと思うけれども高校時代にこんな社会変わったらいいのにとかそういうことも学校でですか 学生時代っていう感じかな、うん、学生時代に先生を持ってたこと先生とか大人世代なんか若いからって言われるのが超嫌で、うん、なんか若いからこそできることだっていっぱいあるしやっぱ大人の人たちはすごい経験もされてるし、うん、いっぱいねなんか濃いものは持ってると思うんですけど、うん、若い子たちも若い子たちなりに若い子の意見があるし、うん、アイデアがあるしっていうところでなんか若い。 っっっててていいいううののはあんままり好きじゃないななを思ってましたねなんか意思あるしみたいな,な,、ね、なんか多分大人の人たちの考えって結構今ありきたりになってて、うん、若い人たちの考えがすごい尊重されてる時代でもあるのでそこは。 あの高校生の時にもっと変わってたらよかったなとは思いますねなるほどね、はいうん、そこをちょっと注意しなきゃねさんそうですね逆になんか固まそうなっちゃってるっていうのを聞いて学ぶことが多いのと、うん、えそれって数年間で結構変わってきた感じがありますか、うん、めちゃめちゃ変わりましたね、うん、やっぱ Z 世代っていう、うん、ので <laughs>、うん、やっぱテレビとか雑誌とかそうなんですけど、うん、Z 世代は素晴らしいみたいなことがすごい言ってくださる人たちが増えて、うん、いやめっちゃ嬉しい なっって思いますねコロッと変わった感じ急に変わるみたいな <laughs> 今まで別に意見聞かれへんかったのに <laughs> 急に Z 世代としてどうですかって聞かれるようになって、うん、自分の意見言えるっていうのはすごいありがたい環境やなって思いますね。なんか多分なんだけど僕たち大人世代って当然若かった頃があって、うんうん、若かった頃にはあんな大人になりたいさっき赤荻さんも言ってたけど、うん、こうあんな大人にはなりたくないとか。 思ってたこともあるわけけですよ、うん、けどだんだん年取ってくると経験重ねていろんんなこう失敗とかもするんでするでね、うん、せっかくだから失敗してほしくないなと思っていやいやそれはさこうだよってやっちゃう人たちが多かったと思うんだけど今僕たちが考えていた、えー、と常識でものを動かしても成功する確率がすごく低くなっちゃってだったら新しいことを新しい発想でチャレンジする人たちのを、うん あのよくこう彼らから学んだ方がうが、ん、うまくいくんじゃないかみたいな空気になってきたなっていうのは感じるんですよね。で実際僕なんか多分ね、えー、と知らないと思うけどポケベルだからね最初に持ったの。知らないです <laughs> 知らないわかんない公衆電話に走っていって、うん、10円で何文字打てるかっていうのが、えー、もう公衆電話からメールですかメールっていうかね暗号みたいなやつ。暗号,暗号 それが難しい。中3高1ぐらいの時かなその後ようやく PHS みたいなのが出てきて PHS? 知らないでしょわかんない携帯のちょっと今でもあると思うんだけど携帯っぽいものが出てきてでまあメールしかねカタカナしか打てなかったから最初へえ新しい時代ですね逆に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 新しいだってもう生まれた時からね赤荻さんなんかもほぼスマホ 生まれた時っていうか携帯をすでに多分みんな持ってたなはい小学校でガラケー持ってて中学校でスマホみたいなガラケー時代があるのねガラケー一応ありますうちもあります年ぐらいありますガラケ時代めっちゃそっかそうですよねうん でそこから、なんだろう、絵文字とかが出てきて、うん、だんだんそっかこから2000年代、会社入ってからかな、スマホになって、うん、で劇的に情報量が増えたわけなんだけど、うんうん、インターネットがあって、うん、それまでは僕たちが見ていた社会って、見たものしか情報がないんですよ、うんうん、あとは新聞とかで読んだり、うんうん、雑誌で読んだものいしか。はい だ検索してどかっとこういろんな人のファッションスタイル見たり、うん、あの考え方見たり働き方見たり知らない会社に出会ったり知らない人とつながったりっていうのなかったんだよねうん、うん、だすごいちっちゃかったの社会が、はい、でも今シブジョもグローバルっていうのはあるけど、うん、本当に世界中の全然知らない人に3人4人ぐらい返すと出会えたり知れ合えたり自分の価値が届いたりするじゃないですか,、はい、だからそんな時代を生きているネイティブ世代だから、うん、本当に僕らが。 いやそれちょっと面倒くさいなとか恥ずかしいなとかそんなにつながっちゃうと不安だなみたいなことは多分あんまりないでしょ不安とか。ないですね。僕たち奥ゆかしい世代だからさそんなにこう人に知ってもらおうとかフォロワーを増やそうとかあんまり思ったことなかったんだよね。でも逆にやっぱりあれでしょうねグローバルってゆうちゃみさんも言われてるじゃないですか世界に向けてってやっぱりそういう自分を出していくみたいのはすごくこう。 思ってるんですかそうですね、うん、やっぱり私はもうずっと目立ちたいとかしかねそういう意味で芸能界とか入ったんで、うんうん、もうずっと注目されたいしみたいなところなんでやっぱねこう Z 世代がこうやって世界に向けられるっていうのはすごい嬉しいことだなって思います、うん、うん。なんかそういうね方たちとこの渋谷で組み合わさるとなんか新しい動きがもっとできそうな感じですよねうん、うん、はい。新しい動きできそう うん面白そうなんかもう一回ねギャルの時代を渋谷に21世紀作ってくれるといいなと思ってでもすごい増えましたよね今年すごい増えたやっぱりエッグがすごい盛り上がってるっていうのもそうですけどやっぱルーズソックスがもう一回来たりだとかアームウォーマーとかやっぱり昭和レトロが今年は超流行ったんでううん、本当にそですよねだから本当に嬉しいえあのエッグ 前にそのギャルって渋谷にいて、はい、渋谷にからいなくなって、うん、でもまたま街中に増えるだけじゃなくって、うん、SNS うう、ね、SN 投資が私は一番見るんですけど、うん、やっぱ全国で見るとすっげえギャル多いなってやっぱ最近思いますねカラコンとかも最近までナチュラルなカラコンがすごい売れてるんですけど、うん、でも最近だとギャルのカラコンすごい売れてるっていうのも聞くし<ー>なんかめっちゃ嬉しいなと思います。ちょっとと僕の時代だとさ センター街は本当にこう色の黒い女の子ともう目の周り真っ白な子が多かったけど <laughs>、うん、ゆうちゃみさんは白ギャルって言って綺麗な感じじゃないですか、はい、ありがとうございますあの黒い感じにも戻ってくのかな時代は <laughs> あれでも私はちょっとサーフですもんねはいサーフギャルなんで小麦で行かせてもらってるんですけど <laughs> 黒ギャルも。うん ちょっとだけいるよね。いますいます。黒ギャル全然います。はい。でも多分将来のことを考えて、<laughs> はい。将来が多いかもしれないね。<笑><笑>はい。まあ確かにね。でもそう言ってまた渋谷がギャルの聖地になるといいなと思うんですけれども、うん、今でもその S N S 上見るときも、うん、ギャルが増えてるって言うけど、うんはい、渋谷はみんなの中でどういう街なんだろう。 どういう街、聖地っぽいさんあ,あんのか昔で言うとさほら109にみんな買い物に、うん、あったじゃないですか。うんうん、聖地まあ、聖地感もあるんですけど、ホームだと思ってる人もホーム,ホーム結構いると思います。なんかその渋谷で育って、もちろん渋谷であのそのまま働いてたりとか起業されてる友達とかもいたりするんですけど、うん、逆に渋谷から海外に行ってみたりとかまあ。 場所で起業したりとかいろんな活動してる子たちもいたりはするのででもやっぱりそういう友達たちと渋谷で遊んだりするとなんかただいまみたいな感じになるので私世代で言うとホームなのかなっていう気はしますね。うんうんうん ゆうちゃみさんの世代ととかだとどうですかえー、なんやろうでも本当落ち着ける場所っていうか、うん、やっぱいろんな場所で遊びますけど、うん、でも結局なんてうう渋谷に戻ってくるっていうか、うん、まあご飯とか、うん、そういうのもそうですし、うん、お酒飲むのも渋谷やしっていう、うん、やっぱ周りの人たちがすごい、ね、あの会社やられてる方とかそ知り合いとかもすごい多いのでなんてうやろうあったかい街みたいな感じですね。うん 1> さて僕1個ね夢があって、はい、渋谷の街が世界で一番高校生が起業ししてていいいるっていう街にしたいのできれば中学生ぐらいでもいいんだけど、うんはい、どんどんその起業渋谷って若い企業がすごく多くてでそこからものすごく大きくなった会社もいっぱいあるんだけどなんか高校生が起業しまくってる町にしたくてそれが女子高校生だったらなおのこと世界からすごく注目されるんじゃないかなっていうふうに なのでぜひ渋上高校生起業家をゆうちゃみさんにも応援していただいてでも今までなかったですからねそういう企業について教えてくれるみたいなだからありがたいですよね。確かにねでそんなこと教わんないもねねそうです教えてほしかったこととかいっぱいあったなと思ってこうやって社会人になってからなのでそういうこともしっかり 教えさせてもらって、まあ、世界一目指すには、はい、女子高生起業家をたくさん支部所で輩出していいいきたいと思いますい起業家としてねタレントになったりモデルさんから起業家になったりっていうのもすごくいいと思っていますけど。はい 長さん何んかこう高校生起業家増やしたいとあれ行ったことありましたっけ僕だから今日初めてにいてそういう夢あるんだって言っていやでも逆にいいと思うでもすごくよくて逆にそのこの渋谷だからこそそういう若い人たちが起業できるそういうことをサポートできる人もいるし、うん、逆に自力でいろんなアイデアですよねまさにそういうのを持ってる人たちがつながれる場ができたらいいなと思うので、まあ、それが渋部とか。はい あのお二人を憧れてきてなんかこういうのやりたいんですみたいな相談とかも来るのかなって思いましたじゃあちょっと最後にねみんなに、うん、なんとなくちょっと僕は司会っぽくやってますけど渋谷女子インターナショナルに向けて応援メッセージを一言ずつもらいたいなと思うんですが長田さんからもらおうかなまず。 私からですは本当渋谷区民で渋谷に住んでいてやっぱりこの町がやっぱり若い人がもっと来てもらうのとあとやっぱりジェンダーを超えてなんか一緒にやるっていうのをもっと作りたいなと思っててやっぱ分断化してるのでなんかそのハブに支部とかがなってくれるとなんかこうなんだろうなこうみんな子供たちも大人も一緒になってなんかできるようなことをここを渋谷でできたらいいなと思っていてそれをぜひ 一緒にやりたいなっていうのと来年の2023年の SIW ではやっぱりここに来ていただいている皆さんとか見ていただいている人にぜひ新しい体験をしてもらえるものを作りたいなと思います。はい、よろしくお願いします。赤尾さん、自分だ自分だった自分が校長だった。まあでも今回はいそうですねあと連携プログラムとかについてなんですけど、うん、まあその10代から渋谷で過ごしてきて。 もともと働くつもりなかったんですけど働こうって決意した時の夢が渋谷に関するプロジェクトをやりたいっていうのを10年前に掲げて社会人デビューしたんですねなんでなんかまた一つ夢が叶った気持ちでいるので一,あの一緒にいろんな新しいことに挑戦させていただけたらいいなと思ってます、うんうん、よろししくお願いします。 ゆうちゃみさんは最後に取っとくとして、うん、取っとくんで、うん、僕からちょっと1つエールがあるとすると、はい、ベスト・イン・ザ・ワールドかつベスト・フォー・ザ・ワールドな高校生を育ててほしいなっていうふうに思っていて、はい、世界一になるっていうのはねインフルエンサーがいっぱい、うん、あフォロワーがいっぱいいるとかさブランドがめちゃくちゃ大きくなったとかってあるかもしれないけどそれが世界のために一番なってるあの高校生とか。 高校生から出てくるビジネスアイデアがあの仕事になってるとかねなんかそういうところを目指してほしいなっていうふうに思うので、うんはい、一緒に作っていきましょう。んさ最後にエールを、はい やっぱ部滞はあのー、個人個人が夢を持てる場所だと思うのでやっぱり一つ一つ科目もいろんな、ね、バリエーションもありますしやっぱり自由な学校というのはすごい伸び伸びとできるところだと思うので校長先生を筆頭にみんなさんこう成長してほしいなって思いいいいままますすはあありりががととううごござざしたありがとうございます。